どうも、ゴルくんチャンネルです。えー、本日はね、えー、仮面ライダーリバイス第22話の、えー、感想を述べていこうかなと思うんですが、いや、すごかったね。まずね、こう、前回ではヒロミさんが行方不明ってことで、まあ、探してるところはずっと続いてるんです。まあ、ヒロミさん退場ど,どうかなのかどうかな。まあ、一応死んじゃってはないから、まあ、ね、後々また出てくるんだろうなと思うんですけど、まだすぐにはやっぱり復活しないってことで、 今回は、まあ、狩崎さんからね、あの、ネオバッタバイスタンプ、まあ、あの、01ベースのネオバッタバイスタンプを渡されて、で、最近、その変身の後だったりに、こう、頭痛を起こしがちなバイスに対しても、まあ、狩崎さんからの支給品ってことで、ローリングバイスタンプが渡されたわけなんだけど、実はあれは、狩崎さんからの支給品じゃなくって、誰がも、ね、開発して持ってきた、まあ、多分、ウィーン、 エンドななのかかそれかどううんだろうでも、悪魔を表に出して喜ぶのっつったら、デッドマンズだから、やっぱり、俺ってか、でも俺ってかにはそんな技術はないだろうし、ってところで、まあ本当にね、まあ狩崎さんもね、あんなふざけたものを作りやがってって感じで怒ってましたけど、本当に、ね、ここからちょっとどうなっちゃうんだろう。でね、あの、バイスが結構凶暴化しちゃって、一気も予告で見た感じだと、一気からバイスが出てきてたんじゃなくって、バイスから今度一気が出てくるっていう状態になってたので、まあそこが、 ね、その自由になったことでバイスがどう行動していくのかがね、次のお話からまた気になるところなんですけど、そうですね、今回、まあもうね、完全にローリングバイスタンプ使って変身したあの姿はもう完全にね、あの見た目がね、あのビルドのハザードフォームでしたけど、まあこれからどうなるんだろうなってことですごい、まあ、心配じゃないですけれど、まあ、 でもなんだかんだ言ってね、その今回そのメインのお話がその漫才コンビの話だったから、そのやっぱコンビっていうところ、一気とバイスのコンビっていうところにやっぱり焦点が置かれてると思うんですけれど、その自由になったことで自由に行動しちゃうのか、はたまた人間を襲っちゃうのか、それとも一気との絆をやっぱり重き通しておいてするのかっていうのはやっぱり気になるところかな。まあそここそバディの進化がね、問われるんじゃないかなと思います。 まあ、あとはね、こう、玉木くんがちょっとなんかこう、アギレラ様に振られるシーンとか、逆にアギレラ様がね、オルテカと組むシーンとかもあったので、やっぱりなんかその辺のこうね、それぞれの思惑がこう、交錯してぶつかってくるところだと思うので、本当になんか誰が何考えてるかわかんない。そのウィークエンドだったり、長官だったり、アギレラだったり、本当にみんなが何考えてるかわかんないけれど、アクションを起こして、 来てるタイミングなので、ほんとそれ以降その真意が分かってきて、その辺が絡み合ってっていうのがやっぱりね、面白いところだと思うので、本当ね、いよいよなんかこう、佳境というか面白いところに入ってきたなと思うので、いや、ますますね、仮面レーダーリバイス見逃せなくなるんじゃないかなと思いますので、えー、皆さんも、えー、これからしっかり一緒に追いかけていきましょうということで、えー、この動画が少しでも面白いなと思った方は、えー、チャンネル登録、グッドボタン、 コメントの方、よろしくお願いします。また、えー、Twitter、インスタ、TikTok やっておりますので、えー、そちらの方も、えー、チャンネルのページから、えー、フォローを、えー、よろしくお願いいたします。また、拡散の方もね、えー、ぜひぜひ、特撮好きの友達の方に、拡散をしていただけると、えー、嬉しいです。それではまた皆さん、次回の動画でお会いしましょう。